お疲れっす。どう？ん？いつも忘れて、最近さ、あの誕生日の時に、シンクの誕生日の時にピザもらったじゃないですか。ピザ、はい、ピザとチキン、ケイティさんのピザとチキンがめちゃめちゃうまかったんで、それをあの動画撮ったんだけど、撮れてなかったんです。撮れてなかったの？そう、残念ながら。で、ピザもうまいし、ただ俺はあのチキンがやばかったの。あれ、あのチキンはやばいんだよ。うん、なので今度ぜひ たまには本当一緒に飲みたいっすと。そうですね、はい。ピリ辛チキンでしたね。ピリ辛チキン、ね、本当一緒にたまには飲みたいんで。ただあの帰らなきゃいけない日が多いんで、あの帰らなきゃいけなくない日っていうものは前もって言わなきゃいけないんで、あのその辺をちょっと踏まえてたまには飲みたいっす。はい、では今日の動画どうぞ。In the house, in the house, in the house。ちょっとカメラを。お疲れ様です。本日は、まあ、撮影した時なかったんで、カメラも何も持ってきてないんで、ちょっとあの英一さんにですね、iPhone 手取りで録画させていただきます。で、オズモポケット、違うよ、オズモアクションです。はい、オズモアクションが全て分かる動画っていうものをやってるんですけれども、ちょっとあの今日、露光撮影っていうものが、やり方分かったんですよ。露光撮影っていうのは、あのこのカメラ、まあ、α6400 で撮った時に、光の加減を長めに撮って、まあ、シャッタースピードをちょっと遅めに、例えば5秒とか6秒にして、それを例えば車の走ってる姿とかを撮ることによって光がこう残るような感じで撮れる。で、今日三脚とかも何も持ってきてないんで、それがうまく撮れるかどうかわかんないんですけども、その設定方法というかやり方をですね、お話しさせていただければといいと思いますんで、どうぞチャンネル登録をした上でご視聴の方よろしくお願いいたします。では早速電源オン。では、うん、でまずですね、ここ見えてる、映ってる、うん、で、まずこれをカメラに合わせますね。写真です。設定ボタンを下、このオズモアクションの左下のここを押すとですね、写真と動画とタイムラプスとかをいじることができるんですよ。その状態でこれを写真に合わす。で、1枚撮り。ね。この状態まだ普通の状態なんですよ。これをまず右から左にシュッ。そうすると、マニュアルオートが選べるんですね。で、このオートっていうやつは、普通に綺麗な写真が撮れるだけなんだけども、これをマニュアルにした状態。で、ここに、シャッタースピードと、まあ、ISO、明るさですよね。これがあるんですけれども、まずは、このシャッタースピードっていうものをですね、これシャッタースピード50分の1にしてあるのは、関東地方なんで、まあ、フリッカー現象がないような状態。これをですね、大体まあ、こういう感じで、5分の1。1秒、2秒、3秒、2秒、3秒、3.2 秒、5秒。5秒ぐらいにします。そうすると、店内の明るいところだと、しらっちゃけてもう見えなくなっちゃうの。その状態で、この上の方の露出の方ですよね。絞りとカメラの設定があるんですけども、カメラの設定でこのオートホワイトバランスっていうのをカスタムにした状態で、これは、明るさの温度を変えることができるんですよね。で、これはとりあえずいじらない状態にしたまま、こっちの ISO 感度と、シャッタースピードで、これは、なんて言うんだろう。ですね、ISO 最大値ってものを選べるんだけど、これはいじらない状態で、ちょっとこのままですね、はい、表に行って、このシャッタースピード5秒の状態で、ちょっと実験です。はい、そうです。じゃあ、ライトが取れるかどうか、取れるかどうか、このまま。で、今日は今日はないんですよ、三脚が。で、これ
三脚がないんで三脚を固定しないとうまく取れないんですけれども、ここにちょうどですね赤いポスト、はい、このポストっていうものは何でも置かしてくれるんですよ。ここに置くじゃない、置いて、イソ感度ってもの見えますかね、イソ感度をこれ適当にさこういじるとさ明るさとかを多分できるんだけども、まあオートにした状態でこっちの、ホワイトバランスの方を自動にすると色味結構合うんですよ。で自動にしないでこれを例えばホワイトバランスをカスタムにした状態で上下に動かすとこうちょっと暗くなったりとかちょっとこう明るくなったりするね。でちょっと暗めの写真っていうのがまあご希望の方、えこの状態ですよね。でこんくらいの状態で例えば5秒の状態、今車が来たらちょっと撮影ボタンを押すんで、はい、車来ないのね。車来なくないですか。あ、来た、車来た、車来た、車来た。この状態、シャッターボタンを押す。シャッターボタンを押しますよ。はい。車来たよ。せーの、ポチッとな。はい。5秒。もう一枚。もう一枚。行きますよ。あれ、車いないじゃない。あ、向こう側、向こう側、向こう側。ほら。向こう側ね。この状態で5秒。1。2,3,4,5 で、もう一回、もう一回、もう一回撮りますよ。今トラック、トラック、トラックからね。撮影してる間は一切こいつに触らないで、向こうからいっぱい車来た、ほら、車来た、車来た。この状態でシャッターボタンを押す。はい、5、もう一回押す、そうすることによってほら光の軌跡がある写真、これちょっとまあホワイトバランスをちょっと変えた方が綺麗に撮れると思うので、これなんかいいよね。そうなんです、その線の描写を撮れる。だからこれがこれができるとですね、これが何ができるかというと星空ですよ。星が今日1個もないじゃないですか。あ、マイクが外れた。はい、星空ですよ。星が今日1個もないじゃない。星がないってことは何だかというと、この星空を例えば録音撮影で撮ることによって人間の目では見えない写真がですね、そう、例えばこれ光をさ5秒10秒120秒とかもできるの。120秒で撮った時に例えばもしもうちょっと星が出てる時、120秒でこれをこのまま置いたまま触らずに撮るとするんじゃない、この上向けて。そうすると人間の目では見えない光の写真ってものが撮れるわけですよ。それっていうのは天の川を撮ったりだとかそういうことをした時にですね綺麗に撮れるっていうものなんですよ。でこれを例えば人間を撮ったものなら、動いてる人間を撮るものなら、例えばじゃあ繁華街とかいろんなところですごい混んでるところを撮影するじゃない、旅行撮影で。そうすると動いてるものが全部消えた写真になるんですよ。人がいなくなる。そうなんです。だから例えばアメ横とかすげえ人が多いところで人を撮っても、動いてるところだったら人がなんとそこに全くいない写真を撮れたりするってことができるかもしれないっていうことなんですよ。かもしれない、かもしれない、はい、なのでそういうことなんですよ。そんな感じであの動画撮影させていただきましたけども、このオズモアクション録音撮影、これ結構簡単にできるんで、皆さんもちょっと遊びでどんどん撮ってもらって、まあ、アルファ6400とかそこまで綺麗な写真は撮れないですけども、でもここまで撮れるってのは結構すごいと思うんですよ。これ後でちゃんと写真撮ったところに載せますんで、はい、戻りましょう。人が消えちゃうやつ。あ、ただ言ってるだけでできるかどうかっていうのは分かんないですけどね、うん、まあ申し訳ないけどカメラ初心者なんで、はい、なので、まあ、本日はこの録音撮影をですねさせていただいたっていうお話でした。酔うなこれ、酔うぞ。
低評価押されるからやめてください、うん、まあでも iPhone のさこの色味ってものさ、うん、結構すごいでしょ、ボケずに多分撮れてると思うんで、まあそうですね、良いと思います、うん、はい、それでは本日は、はい、オズモアクションの全てが分かる動画、録音撮影のやり方っていうものをやらさせていただきました、うん、でまた次回はちょっとあの昨日ですね、養老の田中の兄さんと、うん、あの 4DX で、まあ、アベンジャーズ行ったんだよね、行ったんです、で動画自体が50分あるものをちょっと短めにまとめなきゃいけないんで、ちょっとその編集は今日できないんですよ、なので今日はこうオズモアクションの動画とさせていただきましたけども、どうぞ映画好きな方もゲーム好きな方もこのカメラ好きな方もですね、このチャンネルを登録していただければですね、ご期待に沿えると思いますんで、よろしくお願いいたします。ではこのチャンネルが面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ちなみに僕はマギーシローが大好きです。ではお疲れ様でした。And close the curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, gonna hold you tonight, oh yeah.